車は沖縄市、市役所方面から、合わせ方面へ進行してます。はい、こんにちは。今回はカツメニューしかない、食堂を紹介します。場所は、アジヒロ、沖縄市合わせ1丁目3-30。詳細は概要欄にて、お店に入店する際は、入り口に手書きの注意書きがあるので、理解の上、お食事を楽しんでくださいね。高原交差点を直進ですね。左手に以前、弁当撮影をしたことのある、ファイミール。車は道なり。以前左にアップル弁当屋さん、あったのですが、上り旗が上がってないですね。どうしたのかしら。ここの交差点左折すると、弁当屋さん何軒かあります。目的地は近いです。合わせ交差点過ぎると、ビジュル通りへ向かいますね。目的地は近いです。です。目的地は左側。それでは、行ってみよう。今日はどんな美味しいに出会えるか、楽しみですね。よろしければ、チャンネル登録お願いします。着くと同時に食事を注文しました。少しは待ち時間感じるぐらいかな。あまり気にはなりません。とんかつ定食950円。ボリュームありそうですね。あっつあっつサクサクで美味しいです。ドレッシングは、マヨケチャップ。味噌汁はあっさりしてますね。美味しいです。とんかつは、本当にあっつあっつなので、がぶりつくのは難しいかもね。カツは脂身がほとんどないです。とんかつ、2枚目からはあっつあっつ、だったのがいい塩梅の、食べ頃になってますね。結構ボリュームあるので、食べ応え十分あります。とんかつ2枚残したので、持ち帰りしますね。持ち帰り用パックは、10円有料ですね。
ごちそうさまでした。ごちそうさん。はい、950円。はい、そのまま。小銭がなかったのでここでパックだ芋も一緒に支払いしました。おかみさん一人で食事出してるんですね。よっぽど段取りがいいのでしょうね。はい、そうね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。